部分太りのほとんどは体の癖が原因です。例えば体幹が弱いと骨盤は前後に傾いてしまい、働きすぎの筋肉と働かない筋肉の差が生じて、これは一部の筋肉だけ四六時中筋トレをしていてわざわざごつくしているようなものです。骨盤のポジションは地面に垂直な正常タイプと、前に傾いた前傾タイプ、後ろに傾いた後傾タイプに分かれます。もし傾いているとしたら、多少体重が落ちても気になる部分は太いまま。体幹をしっかり使って正常タイプに戻さない限り、同じところに負担がかかり続けるので、体型の悩みは永遠に解消されません。日本人女性に多く見られる骨盤前傾タイプを例に、使えてる筋肉と使えてない筋肉を比べてみましょう。骨盤前傾タイプは主に腰と太ももの前側が過剰に使われます。これがヒップや太ももが張り出してくる原因なんです。逆に肩の後ろや胸の上部、お腹や背中、ヒップの上部、太ももの内側、ももの裏側、すねの筋肉、全くと言っていいほど使われていません。綺麗にするために大切なのは体幹部の柔軟性と筋肉のバランスなんです。一緒にやっていきましょう。まずは四つん這いで体幹のリセットをしていきます。腰をまっすぐにした状態から丸めて緩めてを繰り返します。背中を丸めるよりは腰を丸めるイメージです。お尻を締める感じで腰を丸めましょう。腰が硬くなるとどうしても反る方が強くなってしまって骨盤前傾になりますので、骨盤を起こす方を練習しましょう。前側を起こすイメージです。 OK、 今の腰を丸めた状態でお尻を振っていきましょう。お尻を振ることで腰の筋肉が柔らかくなってきます。気になる部位が変わらない原因、骨盤にあります。はい、このまま右手の横に右足を持っていきましょう。このまま体をしっかり下に下げる感じで伸ばします。足を出しているままの足を伸ばしていきましょう。できればお尻が右のようにちょっと丸めとくようなイメージです。反対も同じようにいきましょう。体が柔らかい方は膝ついて足を後ろにしてみるとよく伸びます。体が硬いよって方は四つん這いの膝の位置でいきましょう。体幹が弱いよって方はね、硬くなっている場合もとても多いので、まずは動かすことを意識して筋肉を鍛えていきます。それでは肘と膝をついてお尻を締めてキープです。この状態でキープです。お尻が突き上がらない、骨盤が前傾しないように正常の位置を作ってください。頑張って。はい、次は手を伸ばしたまま今と一緒です。まっすぐ、お尻をしっかり締めてください。お尻が緩むと体幹緩むんで、ちゃんとお尻をギューッと締めて、手首痛いよって人はね、指そこに開いてください。I feel it growing every day, I feel love.
今度はこのままで右手と左足を遠くに伸ばして、これでキープ。あんまり腰が反れないようにちょっと腰を丸めて、まっすぐになるように意識してください。これで体の後ろ全部鍛えられますから、体幹をしっかり意識してください。OK です。腹筋みたいに激しい運動じゃないですが、すごく効果的な順序になっています。毎日朝晩1回行えば効果的ですが、どちらか1回でもいいので毎日1回やることがおすすめです。やらない日は体幹緩んでどんどん衰えます。弱い筋肉ほど毎日使ってください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。